こんにちは、上海移住人チャンネルです。本日もよろしくお願いしますね。この画像は去年のモデル3納車の時の映像なんですが、ナンバーなしの状態なんです。中国は日本と違って車だけを購入してナンバーや保険等の手続きは別途自前で準備するシステムになっているんです。まずは納車後、申請済みの仮ナンバーを前後に貼って車検証の申請に上海テスラーに向かいます。この時は申請と車検証に貼られる車の写真を撮影して終わりです。約3週間後の指定の日程に再度上海テスラで車検証を受け取り、車のナンバーを決めます。ナンバーの決め方は専用の端末に使用できるナンバーが50種類閲覧され、その中から3分以内に気に入ったナンバーを決めるシステムです。決定後は翌日宅配便で発送され、届いたら近くの自動車整備工場でつけてもらえば OK です。出かける前に暖房オン。あち、おはようございます。行ってきますね。バイバイ。携帯電話を持って車に近づくとロックが解除されて出発準備をしてくれています。ここでまた賢いのが、携帯電話のカレンダーとモデル3がリンクしているので、早速ナビで行き先の案内をしてくれています。すごい。そしてこの先もスケジュールに合わせて乗るたびに行き先をモデル3が案内してくれるんです。そしてスケジュールが終わったら、まっすぐ自宅に戻るように指導案内してくれます。ありがとうございます。それと携帯電話の連絡先ともリンクしているので、テスラの画面で
携帯電話の通話履歴や登録先への電話が簡単にかけられます。ちなみに奥さんの携帯でロックを解除すると、スケジュールと連絡先は奥さんの内容が表示されます。携帯電話の登録は何台でも OK なので、家族みんなで利用することが可能です。標準タイプについている道なりに走れる自動運転ですが、これも操作が右側のレバーをダブルタップするだけで、面倒な手間なしで使用できます。今のところ自動運転でハンドルが勝手に動くことがすごく恐怖感があって、毎日使用しているんですが、毎回手に汗を握りしめ、運転する以上に疲労しています。今回1ヶ月乗ってみて、高速道路と地道渋滞ではやっと全信頼して運転ストレスが快適な時間に変わってきたところです。ただ地道の数車線の道では割り込みがあるたびにドキドキして心臓に悪いし怖いので、今は試験的に毎日使用していますが、今後使用するかどうかは。そしてモデル3に乗り換えて困っていること。最後に困っていることなんですが、電気自動車として致命的な放電の凄さと航続距離が発表数値の半分以下という許されない事実を体験中なんです。私の場合は去年の4月にモデル3試乗の動画を配信した時に購入を検討してるんですが、この時はパナソニックのバッテリーを搭載して標準タイプの価格は271,550円でした。その時にもう少しで中華製の CATL バッテリーに変更され、性能も上がり価格も大幅に下がる話を聞いて、価格は249,900円まで下がるのを待って購入しました。写真は1月17日帰宅時には残量 39% が、早朝には 22% まで放電してしまっています。一番ひどい時は 84% が 57% まで一晩で放電しています。これを航続距離で見てみると、
夕方帰宅時は337キロが早朝には232キロメーターまで減ってしまっています。直近の航続距離で見てみると、満充電時にテスラ表示では386キロメーター走れることになっていますが、5日後テスラ表示では充電は 7% を残してあと28キロ走れることになっています。これを走行距離で見てみると、実走距離は178キロでテスラ表示386キロに対して 50% 以下しか走れないのが現状です。これは新車を購入してからの航続距離の記録です。表示は充電時のモデル3の表示航続距離です。一番右の数字は 1% で走れた距離を参考に入れています。放電と航続距離の問題に関しては、販売店では冬場は走行距離が下がるとか、暖房をつけて走ったら走行距離が下がるとか、この程度の対応しかしてもらえませんでした。現在、すべての放電記録と走行記録の実績をもって、工場のクレーム修理ということで申請中です。私の予想ですが、昨年10月販売分からモデル3で使用している CATL 製のバッテリー、これが冬場の温度が下がった時に予想以上の放電をしてしまったり、走行でもパフォーマンスを発揮できないのではないでしょうか。もしそうだとすると、昨年10月27日、上海ギガファクトリーからヨーロッパに7000台出荷したすべてが、上海より厳しい気温の中で同じような問題を抱えているのではないでしょうか。